はい、皆さんこんにちは。コミティビヤギでございます。本日は今流行りのインターチェンジャブルストラップについて解説していきたいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。突然ですが、皆様はお持ちの時計のカーベルトやブレスレットを変えたことはございますでしょうか。時計屋に勤めている私でも実は数回しか取り替えたことがないのですが、やはり大半の方が変えたことがなく、変えるとしても正規店や購入店に持参して変えてもらうことが多いかと思います。しかしわざわざお店に持っていくのは面倒、服装に合わせて気軽に付け替えたいな、これがリアルな声ではないかと思います。そんな方々の要望に応えるべく、近年の高級腕時計業界で流行っているのがインターチェンジャブルストラップ。このインターチェンジャブルストラップとは、ストラップを工具なしで簡単に交換できる便利な機構で、バシュロンコンスタンタンやオーデマピゲをはじめとした高級腕時計ブランド各社がこぞって導入を進めているのです。そこで今回は今流行りのインターチェンジャブルストラップの機能やメリット、デメリット、そして搭載モデルについてご紹介していきます。時計選びの参考にもなりますので、ぜひとも最後までご覧ください。まずはインターチェンジャブルストラップについて。工具なしでストラップを交換できるこちらの機構ですが、実は目新しいものではなく、数十年前からすでに存在していました。しかしながら容易に取り外しできるがゆえに、ケースへ簡易に装着されているものばかりで、決して堅牢性が高いとは言い難い作りでした。そんな中、世界三大時計ブランドのバシュロンコンスタンタンが自社を代表するモデルのオーバーシーズに堅牢性の高いこの機構を搭載したことで、一躍注目が集まるようになり、広く認知され始めます。またアップルウォッチの登場によって、利用者自身で簡単にストラップの交換調整ができることが当たり前となり、一般的にも広く認知されることとなったのです。続いてはインターチェンジャブルストラップのメリット、そしてデメリットについてもお話ししていきたいと思います。まずはメリットからです。やはり誰でも簡単にストラップを交換できるという点が最大のメリットになります。従来は専用工具を用いて交換しなければならず、やり方を間違えると時計に傷をつけてしまうリスクもあるため、購入元のお店に持っていくなどプロに頼む方がほとんどでありました。しかしながらワンタッチで交換できるようになったことで、その日の気分に合わせてストラップを変えるなど、ファッションアイテムとしての見方も強まったように思います。続いてデメリットです。簡単にストラップを交換できるという一方で、各モデルごとの専用ストラップにしか交換できないというデメリットも存在し、正規店で販売されているものの中から購入するしかなく、自由度は少々下がります。ただし各高級腕時計ブランドも年々その種類を増やしてきており、よっぽど強いこだわりを持っていない方であれば十分なラインナップとなってきています。気になる方は一度正規店に確認してみることをお勧めいたします。それではここからはインターチェンジャブルストラップを採用した時計の中からおすすめなモデルをいくつかご紹介いたします。一つ目はバシュロンコンスタンタンオーバーシーズリファレンス 4500V。 2016年に進化を遂げたオーバーシーズ3世代目となるリファレンス 4500V。 全モデルから様々なアップデートがありましたが、注目を集めたのはやはりインターチェンジャブルストラップが搭載されたことでした。ケース裏にレバーがついており、簡単に交換することができます。この機構を生かすために付属品にはラバーベルトとカーベルトが1本ずつ、そしてバックルが1つ付属しています。ケースと一体型になった金属ブレスレットはもちろんいいですが、カーベルトやラバーベルトに変えるとその印象はガラリと変わります。2本目はオーデマピゲロイヤルオークオフショアクロノグラフリファレンス 26420C.O.A127CR.01。 2021年発表の新作モデルです。2021年にリニューアルを果たしたロイヤルオークオフショアですが、その際にインターチェンジャブルストラップ搭載モデルへとアップデートされました。こちらにはゴールドステッチのレザーストラップのほか、ラバーストラップも付属し、ドレスシーンではレザーを、カジュアルシーンではラバーを選択して違った一面を演出してみることをお勧めします。3本目にご紹介するのはカルティエサントス・ドゥ・カルティエリファレンス CRW-SSA0061。 2023年発表の新作モデルです。カルティエでは
クイックスイッチシステムという名称で採用されており、ベルトの根元部分のボタンを押すことで簡単に着脱可能となっています。それだけでなく、スマートリンクシステムという名称でブレスレットのコマ調整もワンタッチでできるようになっており、非常に実用性に優れた仕様となっています。4本目はウブロビッグバンウニコチタニウムセラミックリファレンス 421.nm.1170.rx 2023年発表の新作モデルです。ウブロはインターチェンジャブルストラップをいち早く取り入れたブランドの一つであり、高級腕時計業界では先駆者的な存在となります。こちらのモデルはデフォルトで交換用のストラップが付属しておりませんが、交換ベルトの種類が豊富で、ホームページから交換後のイメージを見ることができます。まずは時計に合うお気に入りのベルトを探してから検討してみるといいかもしれません。まとめとなります。最近の高級腕時計業界では欠かせない機構の一つとして存在感を強めているインターチェンジャブルストラップ、気軽にストラップ交換ができることで時計の楽しみが大きく広がることは間違いないかと思います。こちらの機構が気になり探そうと思われている方は、乾燥可能なストラップの種類がどの程度あるのかも忘れずにチェックしてみてください。今回もこの動画を見ていただいたことで高級腕時計に興味を持ってくだされば幸いです。はい、今回の内容はいかがでしたでしょうか。明日もぜひお楽しみにお待ちください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。